阪神岡田監督、俺は去年より今年の方が勝ちたい。岡田監督は選手の顔色を見ながら、早いね、去年は一番長くまで野球をやってたんで勝ったものにしか味わえないシーズンオフになったんだけどと語りだし、やっとファンの人たちの期待に応えられた。体を休める時間がなかったかもわからないけど、これも宿命やね、勝ったもののと続けた。リーグ連覇を狙う今季についてはタイガースは連覇の経験がないんでね、今年はその一点よね。とにかく143を割って一番にいける。俺は去年より今年の方が勝ちたい。今年の方がね、勝てるから、勝てるチームになったんで余計に勝ちたいよね、と球団史に新たな1ページを刻み込むことを誓った。できれば球団史上最速だけでなく NPB 史上最速優勝なんてのも見てみたい。もうアレンパじゃ、ワクワク止まらん。今年も怪我せず頑張ってアレンパ頼みますと。球春到来、キャンプインは、ひいき目なしで 80% 優勝、ひいき目ありなら 100% 優勝。そらそうよ、キャンプ始まると球春到来って感じるよね。連覇に向けて怪我なく終われるように、また笑って胴上げで終われるシーズンにしましょう。ちょっと前まで日本シリーズやってたのにもうキャンプ始まった。球春到来、明けましておめでとうございます。アレンパへ、アレゴーゾーンの始まりや。行くぞ、2年連続日本一に向けて。皆さん、怪我には気をつけて実りあるキャンプにしてください。そして悲願のアレンパお願いします。岡田監督も気合十分。勝つことに集中する集団、連覇してくれ、期待しかしてへん。ドンジーがいるとめちゃくちゃ安心感あるな。楽しみすぎる、頼もしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。